予選競争第5レースが始まりました1号艇の二川がエンジンがかかりますか少しもたついています第5レースは1号艇二川鉄平2号艇は土屋太郎3号艇は山口亮4号艇中島光平5号艇はあるが達也6号艇奥平拓也以上6人の対戦となっています 1>, 1号艇の仁川が回り直していましてなんとかエンジンをかけてそして回り直して各選手から少し離れてという形になっていますさあここはコース取りどうなりますかスタート展示のコースは枠なり3対3となっていました 2号艇の土屋が内に構えて3号艇の山口がその外並んで同じような距離1 5 0メートルあたりそして1号艇の蜷川少し離れまして3コースに構えました角は4号艇の中島です5号艇のあるが5コース両選手ともに先日の赤平陣杯を走っていました6コースか6号艇の奥平で形は3対3です。内から2番3番1番4番5番6番 スタートしました角から4号艇中島コーススタートになりました1マークへ向かって打ち3艇を叩いていきわーっとアクシデントかあと1号艇の二川が落水しています1号艇の二川落水していますバックストレッチへ出ました各選手です4号艇の中島そのうちは5号艇のアルガと立っています6号艇の奥平の順さらには 2号艇の土屋と走っているのは4人。さらに3号艇の山口ですが走り出しましてバックスレッチで出ています。1号艇の稲川落水の状態。1号艇の稲川落水の状態となっています。えこのレースアクシデントが発生しています。 なおスタートは正常でしたまたこのレースは一号艇の新永は失格となっています一号艇の新永は失格となっています先頭四番中島ゴールイン5号艇あるがゴールイン6号艇奥平ゴールイン